いつもカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。いつも私たち CX-60 に装備されたあらゆる運転支援に助けられています。特に運転し慣れていない遠方や土地勘のない場所では CX-60 不安ながら運転することよくあるんですよね。皆さんいかがですか？車線を飛び越えてしまって対向車へ衝突し死傷者が出てしまった痛ましい事故。居眠り運転でふらついた挙句車線からはみ出し痛ましい事故が起きた、そんなニュースを特に最近目撃することが多く、ドライバーとしても心が痛みます。自分が加害者にならないために60の運転支援を活用するっきゃないですよね。ということで運転支援完全ガイドCX-60 編、今回は LAS について一緒に勉強していきましょう。この LAS とは一体どんな機能になっているのか、皆さん一緒に見ていきます。こちらはレーンキープアシストという機能でして、車線から逸脱することを回避する支援になります。自車が車線から逸脱する可能性があると判断された場合、車線からの逸脱を回避するハンドル操作をアシストしてくれる機能です。では、この LAS が作動する条件を見ていきます。まず、次の条件を全て満たしている場合、システムが作動し、ハンドル操作をアシストします。まず、車速がおよそ60キロ以上で走行している場合。2点目は、車線の白線、黄色い線をしっかりと検知している場合。車線から逸脱する可能性があるとシステムが判断した場合、この3つの作動条件を満たした場合に LAS が作動し、ハンドル操作アシストが作動している場合は画面表示で運転者に知らせてくれます。さらにハンドル操作アシストがご覧の画面のように作動している場合でも、運転者がハンドル操作をしない場合、警報音が鳴ります。では、このレーンキープアシストシステム、一時的に解除される場合もあるんです。その条件について見ていきます。方向指示器を運転者が操作した場合、また、急なハンドル操作をしたとき、このシステムは一時的に解除される場合があります。また、急なアクセル操作をした場合、そして、運転中、ブレーキ操作をしたとき、こちらの機能は一時的に解除される場合があります。以上の条件、いずれかの条件を満たすと、LAS は一時的に解除されます。作動可能な状態になった場合は、自動で復旧しますので安心してください。では、この LAS 機能を一旦設定をしていく画面に移ります。では、まずホームボタンを押していただいて、設定画面を選択してください。続いて、設定画面から安全装備という欄を選択してください。次に、安全装備から事故回避支援という欄を選択してください。すると、上から2つ目にレーンキープアシストシステムがありますので、ボタンを一旦押していただくとチェックマークが入ります。もしくは外すことができるという機能のオンオフ設定のみです。事故回避支援の一つなので、機能はオンにしておくべきだと思います。では実際に今回レーンキーパーアシストを使ってみましたので、そちらの模様をご覧ください。ハンドル操作アシストが作動時、運転者が手放し運転をしていると判断され、さらにその状態が一定時間内、複数回続いてしまった場合に、車内で結構大きめの警報音が鳴り響けます。気をつけてみてください。そしてハンドル操作アシストの回数が増加していけばいくほど警報音の継続時間も長くなります。LAS は白線や黄色い線を検知している側のみに作動します。このレーンキープアシストが正常に作動しない状況もいくつかあるようなので説明します。例えば白線や黄色い線が薄くなってたり見えにくい時や、フォワードセンシングカメラが対象物を検知できない場合は一時的に作動しない場合があります。このフォワードセンシングカメラとは一体何なのか見ていきます。こちらはフロントについてるんですけど、走行時前方の状況を判断したり、他にも車線の白線、黄色い線などを検知してくれるカメラになっています。次の条件のいずれかを満たしている場合は、このフォワードセンシングカメラが正確に対象物を検知できず、レーンキープアシストが作動しないことがあります。まず対象物、前方車や白線などに汚れや擦れがあるといった状況、他にも雨や霧といった天候が悪い時も作動しない場合があります。路面から日光など強い光の反射がある時もご注意ください。そして凹凸な道を走行しているといった状況であったり、他には主に山道などのカーブの多い道や起伏の激しい道を走行している時、前方から強い光を受けた時、ヘッドランプの上向き、ハイビームなどが挙げられます。フロントガラスに異物、氷や雪といったものが付着しているとき、フロントガラスが汚れていたり、曇ったりしているとき、このフォワードセンシングカメラの周囲を傷つけたり、汚すということは絶対にやめましょう。では、レーンキーパーアシストを使用する上での注意点をご紹介したいと思います。まず、このレーンキーパーアシストの機能にはもちろん限界があります。システムの過信をすることなく、常にハンドルの操作で進路を修正しましょう。LAS は自動運転のシステムではもちろんございません。なので、思わぬ事故につながる恐れがもちろんあります。そういう場合に必ず次のような状況ではこのレーンキーパーアシストを使用しないようにしてください。凍結している道路や未舗装の道路など滑りやすい路面を走行している時、タイヤチェーンを装着している時や応急用タイヤを装着している時など、指定されたサイズと異なるタイヤを使用している時、また使用しているタイヤに十分な溝がない場合も必ず LAS は使わないようにしてください。そしてキャンピングトレーラーやボートトレーラーなどを牽引している時、白線や黄色い線の整備された高速または自動車専用道路以外を走行している時、また LAS を正常に作動させるために必ず守っていただきたいルールもあります。車のサスペンションは絶対に改造しないこと、そして必ず前後輪とも指定されたサイズのタイヤを装着して走行するようにしてください。CX-60 運転支援完全ガイド LAS 編をお送りしました。 CX-60 運転支援の一つ、レーンキーパーアシストについて、どんな状況であればこの機能は作動するのか、実際に使う上で気をつけるべきことを深くまとめてみました。何気なく使っていらっしゃる運転支援だと皆さん思うんですけど、きちんと理解しておくことで未然に事故を防ぐことができますよね。今後もぜひご活用ください。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。コメントも全部拝見してますので、どしどしお送りください。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。